マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエットなかなかできない、続かないなんてことないですか？そこで今回この動画ではマイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私が続けている朝の痩せる習慣のルーティンがわかるんです。もし簡単にできる朝の痩せる習慣を身につけて健康的で綺麗に痩せたいなとお考えの方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる朝のダイエット習慣についてお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの習慣で痩せることができるのでしょうか、そのポイントと、2つ目、簡単にできる朝のダイエットルーティンお伝えします。では1つ目の項目です。なぜこの朝のルーティン習慣で痩せることができるのか、痩せるポイント3つあります。1つ目、この習慣が身につくとあなたの腸内環境が整います。これすっごく大事。やはり朝って一日のスタートですよね。そんな時にいいスタートを切りたいなって思いませんか？そこでやはりあなたの腸が汚れたままだとその日うつうつとね、もういいことないわけです。もうどんどんデブ体質まっしぐら、気持ちもうつうつ、もうやる気出ない、きつい、疲れてるっていうのが朝からそんな状態にならないためにも、この私がしている習慣身につけていただきたいなと思います。そうするとあなたの腸は痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができます。そうするとどんどんと根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。2つ目のポイントは、脂肪燃焼効果を高めることができますということですね。これも大事ですよ。朝から脂肪を溜め込んでしまうようなお食事だったり習慣がある方っていうのは、まあ、なかなかねやっぱり体重って落ちませんし、そもそも健康にも良くないですよね。そこでこの習慣が身につきますと、ちゃんと朝からあなたは脂肪燃焼効果をこう上げることができるんですよ。では3つ目のポイントはこちら、睡眠の質ということで、朝のルーティンでなんで睡眠の質と思うかもしれませんが、夜の睡眠に備えて朝のうちからいい状態を作っておくことができる習慣があるんです。もうめちゃくちゃ簡単ですから、ぜひトライしてみてくださいね。なぜこの睡眠が大事なのか、もう痩せたいなら睡眠の質がとっても大事になってくるからなんです。そうすればあなたは痩せるホルモンの、まあ、材料になるものを味方につけることができるんですね。では2つ目の項目です。ここからは簡単にできる痩せる朝の習慣ルーティン作りということで3つお伝えしていきます。私がまず朝起きて一番にすることはこちら、レモン白湯を作ってコップ1杯グッとね飲むになります。ただの白湯でも効果はもちろんあるんですよ。なぜかというと、まず朝からですね、内臓を温めることができるイコールしっかりと一日のスタートの時に働きをね活発にさせることができるわけです。そうすると燃やす力も高まりますよね。そしてその結果脂肪燃焼効果が上がったり、消化や代謝がアップしたり、またデトックス効果がめちゃくちゃ高いのがこの白湯になりますから、ぜひ、まあ、白湯と、まあ、ぬるま湯でいいです。熱すぎなければ OK です。でもちろん白湯が冷めた常温でも悪くはないんですけれども、どうせなら温かい方がさらにいいと思いますよ。内臓を温めたいからですよね。そしてむくみ改善効果もある。この白湯に加えてこのレモン果汁をね、だいたいコップ1杯、まあ、1カップ 200ml に対してお好みでいいです。大さじ1/2から1ぐらいのレモン白湯、結構酸っぱいですね、飲んでみてください。美味しいです。そしてね、レモンっていうのはもともとその脂肪の吸収を抑えてくれる効果があったりとか、例えばどうでしょう、前の晩にねお付き合いで焼肉食べたとか唐揚げ食べたとか、ちょっとこう体がね酸性に傾くような、まあ、ケーキもそうですよ、ストレスで食べちゃったとかないですか、ワーンって後悔みたいなね、そういう時にさっとその時に飲むのも OK なんですが、やっぱりね体が酸性に傾いたまま寝てしまったっていう方はもうどんどん老けていきますよ、老化現象。そうした時にレモンの果汁が入ることでクエン酸効果があります。そうするともともと持っている弱アルカリ性へと体液の出戻るので、
ちゃんとアンチエイジングにもなりますし、プラス錆びない体ですね、健康な体を作ることもできます。でもちろんね、美容にもいいですよね。ビタミン C とかむくみ改善効果もここでダブルで得ることができますから、私は朝一番起きたらレモン白湯をコップ一杯飲むようにしています。では2つ目のルーティーンは、エゴマオイルを入れた納豆を必ず食べるになります。もう私はですね、もう大の納豆好きなんですけれども、納豆を食べない朝はないっていうぐらい、本当にね、毎日朝にしっかり1パック食べてるんですね。でなぜかっていうと、まず発酵食品イコール痩せ菌を増やすことができるんですよ。プラス大豆製品ですよね、タンパク質が取れて、しかも食物繊維も取れちゃうっていう、これはもうね、優れものになります。しっかりと朝召し上がってください。で納豆効果は、発酵食品、腸内環境との、また納豆菌が素晴らしい、もう熱や胃酸に負けない納豆菌、ちゃんとあなたの腸の隅々まで生きたまんま届いてくれるっていう、これすごいですよね。そして脂肪燃焼効果があったり、結果脂肪の蓄積を抑えたり、また私たち女性にとってはとっても嬉しい女性ホルモンのバランスを整えてくれるイソフラボンもあります。入ってますよね。で血糖値の急上昇を抑えてくれたり、しかも朝からあなたの食欲を抑えてくれる効果も納豆にはあるんです。はい、そして私は納豆に最近入れるのがね、ハマっていますのがこのエゴマオイルになります。エゴマオイルってすごいですよ。必須脂肪酸で、ね、オメガ3系を含んでいます。これは体内で作ることができません。よくね、 EPA、DHA、青魚食べましょうとか言われますけれども、まあなかなか青魚もね、難しい日ってないですか、そういった時に簡単に摂取できるのがこのエゴマオイルになります。でエゴマオイル以外にもね、アマニオイルの方もあるんですが、アマニオイルは私味噌汁の方に入れるんですね。でエゴマの方はなぜ納豆に入れるかというと、美味しいからなぜかって、ほんのりやっぱシソ科の油なので、こうシソの風味っぽい味が、ちょっと香りがねあるんですよ。またそれがシソ納豆みたいな感じでね、私の感覚ですけどね、美味しいんですよね。だからそれを、ティースプーン1杯とか2分の1杯とか入れて食べることもある、プラスリンゴ酢を入れることも、もうほぼほぼ毎日なんですけど もめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。決してここで納豆についている添付のタレは使わないようにしましょうね。あれは化学調味料がたっぷり入っているので、私は一切使わないです。そしてね、中性脂肪の数値もね、下げてくれるっていうのがこのエゴマオイルの凄さですよね。こういった力も、もしね、中性脂肪値、健康診断で引っかかっちゃったっていうあなたは、エゴマオイルを手軽に納豆にかけて食べてみてください。では最後3つ目のルーティーンは、朝起きたら朝日をまず浴びていますなんですね。私マンションなんですけども、こうパッと玄関を開くとですね、もうちょうど東なんですよね。もう朝日がバーって差し込む、めちゃくちゃいいロケーションなんです。なのでもうレモン白湯を、飲む前とか後とか、その日によって違いますけども、まずはねバーンって玄関の窓を開けて、扉開けてバーってね朝日を浴びて、今日も一日ありがとうございますって、手を合わせて、一日スタートするんですね。で、そういったね感謝の思いを込めるっていうルーティーンもあるんですが、もう一つのメリットは、朝日を浴びるだけでこのセロトニン、別名幸せホルモンと呼ばれるホルモンが作りやすくなるんです。でこれは心の安定と言われていて、このセロトニンがうまく作れていない方っていうのは、その、情緒も不安定にもちろんなりますよ。幸せって思えないから大変なことになる、プラス過食依存になっていくんですよ。これはまずいですから、例えばね夜更かししてしまって、どうしてもお昼間起きてくるとか、お仕事上夜勤があってなかなか朝日浴びれないという方は本当にね大変だなって思うんですよ。ただ全くできないっていうよりは工夫が大事ですよね。とにかくなるべく朝日を浴びる、できる時はそこからスタートでいいんです。他にもセロトニン増やす方法ありますから、ただここではね朝のルーティンということで簡単にできるっていう意味で、朝日を浴びてください。それだけで幸せホルモンが作られる。しかもそれがですね、朝たっぷり補充しておくと、夜睡眠の質を上げるホルモンにね入れ替わっていくんですよ。
ってぐっすり眠ると痩せホルモン、まあ、イコール成長ホルモンですね、そういったのがちゃんと寝てる間に作ることができますから、あなたは朝日を浴びてしっかり寝るだけで痩せていくっていう、もうこんなにコスパがかからなくって、しかも確実にね痩せる方法が手に入るっていかがですか？いいと思いませんか？なので私は朝起きたら一番に玄関に走っていって、パーッとね扉開けてファーって朝日浴びて拝んでるんですよ。ぜひ皆さんもね、できない日もある、わかります、ただできる日もあると思いますよ。できる時からコツコツと続けてみてください。いかがだったでしょうか？この動画のまとめポイントです。マイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私が取り組んでいる朝のルーティーン参戦ということでね、簡単にできる方法をお伝えしました。あなたもできますよ。ぜひできるところから一つでも二つでも取り入れて、健康で綺麗にリバウンドなしで痩せていただきたいなと思います。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますと、とっても励みになっています。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。